我が家の朝は正代の足音で始まります。スタスタッとリズムよく降りる日は5時半、帝国通りです。5、6分でも遅れるとドタドタっと乱れます。洗濯物を干し、お弁当に朝ごはん、およそ120分の間の仕事量は大変なものです。僕とはまるで対照的です。またご覧のように石の奥にはだいぶ遠く、しおくん、こぎちゃん、ひかりくん一番に起きて。子供たちはソファーでまた寝たり、今日の給食当番を突然思い出したり、すべてが同時進行。同じ家の中で100分の1秒を刻む正代のストップウォッチと、秒針もない僕の時計が一緒に動いています。僕は時の流れに身を委ね、忙しく動く目には見えないものを見つめています。西村隆さんは体中の筋肉が失われていく難病、筋萎縮性側索硬化症 ALS という進行性の病気にかかっています。字を書く力もなくなり、声を出す筋力すら奪われて、今はわずかに動く左足で文字を綴ります。意思伝達ソフトのカーソルで文字を拾い、言葉を紡いでいきます。一文字打つのにおよそ7秒かかります。寝起きの悪い長男の光くん、中学1年生です。さっき着替える？さっき牛乳飲む？みんな牛乳飲みにおいで。やった。結婚して17年になる妻の正代さん、公務員です。どんなに忙しくても毎朝必ず新聞に目を通します。中学3年生のかなさんです。最近おしゃれに目覚めました。お父さんのおしっこを手伝っているのは小学4年生の小木戸くんです。
行ってきますして。ダウン症で生まれた三男の紫陽くんは保育所に通っています。パッチンするのこっちでしょ。覚えてください。はい、覚えてください、ほら靴下も前と正反対ねんけど、気持ち悪くないの。家族が慌ただしく出かけた後、西村さんの時間がゆっくり流れ始めます。3年前にエッセイ集を出版し、今は2冊目に取り組んでいます。日常生活は多くの人の介護で支えられています。ヘルパーさんや看護師さんなど毎日 4,5 人の人が入れ替わり立ち替わりやってきます。1日1回看護師さんが 400cc の流動食を胃に直接注入してくれます。栄養は十分でも食べたという満腹感はなく、睡魔がすぐに襲ってきます。かつて70キロあった体重は筋肉がごっそり落ちて今は42キロです。運動神経の細胞が消えていく難病 ALS の原因は未だに解明されていません。進行するだけで決して治ることのない病気と言われていますが、頭脳と感覚はいつまでも明晰なまま残ります。よっしゃ、はい、ここのぐらいにしていい。はい、まだやるの。ちょっとやる。もういいね。もういいね。よっしゃよっしゃ、よっからせた。よっ、夕方、子供たちが帰ってくると父の顔になります。終わった。よいしょ。病気のことをお聞きしたいんですけど。日によって息や体の動きが違うので、今許された範囲で生活します。2行を書くのに7分を費やしました。発病前の西村さんです。大学の進学部を卒業した後、兵庫県の知的障害者の施設で働き、言葉にハンディのある障害者に言語訓練を行っていました。しかし1997年 ALS と診断され、余命は5年ぐらいと告げられた日から生活が一変しました。その時は先生のね、こう言葉がもう 100% 真実だと思ってたから、もうね、5年間でね、大体亡くなりますよみたいなこと言われたから、もう日常生活をするのがだんだんねしんどくなってきてたから、
そうですよね。あの頃はよくマッサージをしてあげたなと今思い出すと大好きな散歩もだんだん困難になり、発病から3年後には自力では歩けなくなりました。ここを穴をパチンと開けて、あ、今ちょっと痛くない。そして去年の秋、胃袋に穴を開ける手術を受けました。呼吸をする力も衰えて、自宅に補助呼吸器が備えられました。やがては自力呼吸もできなくなります。こんにちは元気？松本ちゃんと分かる？松本ちゃんは今海行ってる。障害者施設で一緒に汗を流して働いた同僚が久しぶりに遊びに来ました。元気だった頃、西村主任はみんなのリーダー格でした。前田さんは就職したんだよね。ベビーシッターのバイトさせてもらってて、ほんまにしばらくやけど、光くんと、そうやと思う、光くんとかなちゃんをその足屋の保育所に迎えに行って、でお母さん奥さん帰ってくるまでだけここで見て、仲間同士でよく福祉への夢を語り合いました。当時の西村さんは誰よりも雄弁だったそうです。8キロあんねや。じゃあ米玉だ。ほんまに。じゃあ半分もらおう。またね。お邪魔雅代さんは長女の時から数えてもう15年も保育所の送り迎えをしています。靴下を履いてからお靴を履いてください。三男の志陽くんは西村さんが発病して3年後に誕生しました。小学生になるねんもんね。病気で落ち込む夫に対し、家族が増えたらまた力は湧いてくると妻の雅代さんは励まし続けました。志陽くんのダウン症は医学的にはお父さんの病気と無関係です。志陽くんの天真爛漫さは今では家族に欠かせないものになっています。そんな無理やり食べさせた？ゲームをする志陽くんはいつもお父さんのそばで寝転びます。たかしさんの生活のレベルっていうのはやっぱりパソコンのねピッピッのゆっくりしたペースなんで志陽くんにぴったりなんですよ。その点ではね、自分もだから生まれてしばらく志陽くんの育児に関われてたのも良かったし、で志陽くんがあれだけスローな成長してるっていうのも自分にとってはスローに生きていけるこう支えみたいな感じで、あ、ピョンク、お、うん、うわ、うん、
うん、あの子、うん、と、うん、僕の子、うん、がんこ、うん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 、あ、あ、痛い痛い。しおうくんにとってお父さんはそばにいて世話を焼きたくなる一番の親友なのかもしれません。光くんは中学に通うようになってから親の言うことに耳を貸さず隠し事や嘘が多くなりました。小学生の頃には進んでお父さんの手伝いをしていた光くんですが、最近はお父さんときちんと向き合うこともなくなりました。寮生活がしたい、じゃあその家族と一緒っていうよりは友達と一緒に生活したいってこと、うん、そういうこと。へー、それはどうしてそういうふうに思うんだろう。うん、面白いからちゃう、友達ついたら。この日、光くんとお母さんは東京に向かいました。全寮制の中学校の見学会です。部屋は基本的に普通壁や高等壁となっておりまして、いわゆる中学生と高校生の部屋になっています。ただ全部屋に室長といって高等科3年生6年生が1人か2人は配置されておりまして、その部屋の面倒を見るということになっております。この学校では生徒は朝5時半に起床し、ご飯の支度から洗濯掃除まで自分たちで行います。光くんはいつになく真剣な表情でした。うん、寮生活の匂いがめっちゃ、する。なんか洗剤の匂いとかいろいろな匂いが混ざった匂いが、それはそれで。その匂いを今日どんな風に感じたの？いや、まあ普通に生活してて出る匂いだから、まあ面白そうだなとは思った。ここへ引っ越してきたいっていうふうに思った、入学試験を受けることを決めて、光くんは作文の教室に通うことになりました。その中で、中でも良いものは寮生活だと思う。寮いう字もうちょっと上手に書けないかな。ちょっと待って。近所の学習塾の先生は古くからの付き合いで西村さんの家の事情をよく理解しています。光くんの自立のために一役買いたいと指導にも熱が入ります。自由課題の作文のテーマがまだ決まっていません。お父さんの姿を見て君どう思う？父の姿を見て大変とは思う。大変とはってどういうとこが大変？自分が好きなことをほとんどできなくなったり。そこや、そこをバーッと PR して書く。普通のお父さんと比べてね、大変君のうちには心惹かれてんねん。これから君も偉いな思ってね。だからね、君はね、お教えしてるね。生活もちょっと変えた方がいいと思うな、先生は。しおくん。
みんな呼んどいて。夕方の食卓はお父さんにとって子どもたちの成長を感じ取る大切なひとときです。でもまるで短距離ランナーのようにあっという間に平らげる子どもたちのスピードにお父さんはついていけません。お父さんの食事はマラソンを走るようにゆっくりゆっくり進んでいきます。光くんの受験どうやろうね。落ちると思う。絶対落ちる。勉強してもほんまに見えないところで勉強してるん違う。漢字とか何も分かってない。百人称覚えてたしこの前出えへんもん。誰よりも家族思いの優しい光くんですが、この頃はなんとなく家族と一緒にいるのを避けているようです。今日は中学校で2学期最後の個人懇談です。転校の相談など話は山ほどありました。でも帰り道、急ぎ足のお母さんは怒っています。ずっと後ろを歩く光くんは落ち込んでうつむいています。光、どうだった？何かいいことを言われたか？これから何に力を入れたらいいか。話が終わって今の気持ちは？懇談で光くんが絞られ涙ぐんだことをお父さんは知りません。いや別に、もう光くんの横は嫌やって、うるさい。そういうふうに思ってる子供も友達もいるってことをよく覚えておいてくださいっていう。で毎回ね、どの授業ででも西村君教科書はって言うと忘れました。毎日もうどうも私よりも高橋さんの進路の方が激しい。違う、自分はやっぱりこうね、直接関われない分話を聞いたりすると余計なんかそれがまあプレッシャーっていうのか、もうびっくりしちゃう。勉強なんてできなくてもいいよ。でも誠実ではあるべき。ごまかさない気持ちがあれば世の中が君を応援する。お父さんの手紙を配達するのはしおくんの仕事です。ノラ、なんかプリントアウトしたの？お手紙？これは何？光くんにあげたらいいのかな？お父さんからのメッセージ、ちゃんと目を通してください。いつも一方通行で返事が来たことはありません。あれ、光くん、ちょっといらっしゃい。光くんが部屋からごっそり出したゴミ袋をお母さんが見つけました。ほら、私もらってないんです。
座りなさい。いや別にた例えば私に嘘をついたとしても、じゃあ自分でかこっそり勉強しようと思って行くんやったらいいよ。ほんで行ったの？行ったの？何回行った今まで？3回。なんでよ、今まで 1,2,3,4,5,6 回あるやん。今度半分は休んでるよ。でしょ？こんなんいいってことにならへんやん。作文書くんちゃん、うん、ほらやっぱ手紙あるやんか。自分でしょ、私が置いておくのこれを。自分でしょ。誰が置いておくの。ALS を発病してから病気や死にまつわる本を100冊以上読みました。自らの病に三男のダウン症、相次いで押し寄せる試練について考え続けました。塊で不安がきます。お鍋のように中には死、痛み、別れなどいっぱい。ユーモアと想像力が持てるだけの健康があれば不安とも付き合える。西村さんはクリスチャンです。乗り越えられない試練を神は与えない。かつては虚しく響いた聖書の言葉が少しずつ受け入れられるようになったそうです。いや、どうされてたんですか。お元気でした。お風邪ひかれませんように。もうやめなさい、そんなことすんの。あちらです。実は西村さんの家族の試練は他にもあったのです。おととし新たな病魔が次男の小木戸くんを襲いました。2005年の6月13日小木戸くんが緊急入院しました。両親は単なる貧血と見過ごしてきましたが、検査の結果、小児急性骨髄性白血病、血液のがんだと分かりました。私以上に高橋さんは白血病っていうものにイメージが非常に暗いマイナスイメージを持ってて、でまあとてもこういう状態でね、ずっと泣いてたんです。まあもともと喋らないんですけど、その時はいつ行っても喋らないどころか泣いてばっかりして、もう全然何が何だか全然わからない状態で。
私はいつも穴を感じています。悔しさ、無念、罪悪感など、自分の病がもたらした穴は意識はするけれど、そこに落ちはしなかった。コギトの発病の時、初めて体の中でものすごい力が暴発して穴に落ちていくのが分かりました。コギト君は化学治療を受けますが、骨髄移植でしか助かる道はないと告げられました。幸い長女のカナさんと骨髄の型が一致して、移植手術も成功しました。お姉ちゃんにはでも感謝せなあかんの違うの？え、なんで？え、血もらったんじゃないの？あー、別にもらわなくても生きてたと思う。あ、そうなの？うん、そこまで思ってない。お姉ちゃんにありがとうって言った？え、一回だけ言った。コギト君は月に一度病院に通って検査を受けています。今日はお父さんが付き添います。力抜いてきよう。痛い？ん、ちょこっとな痛くないって言って遅んなるからね。よし、くぞ。はい、はい、聞く。いて、いて、はい、終わり、終了。はい、軽く問題、はい、よし。内臓の検査の方も特にいつも通りで問題なしで心配ないですね。ただ一応状況としてはいつも通り安定してるし。いつも強がりでわざと憎まれ口を聞いていたコギト君でしたが、病気をきっかけに少し変わったようです。お父さんはお母さんがいたら心配じゃないけど、心配じゃないし、 お母さんがいなかったらお父さんは心配。お父さんはお母さんがいれば生きれるし、 お母さんがいなければ生きられない。そうなんだ。そうやと思う。シロ君のせいで最初からやったやろ。レポートばっかまで言ってないよ俺は。あの、シロイの黙れ。黙りません。何がそんなことなんか言えない。黙れっつって言える。何か下にいなあかんね。もうしようけん、やめてくれる。なんでさ、そんなやる意味がわからへん。勝手に来て何よ。勝手って何言って意味よ。おでぶ。よくあの言うんですよ、私のおかげで助けてあげたとか言ってね。カレーちゃんが、まあ、彼女が提供してくれたから、それがすごくうまかったからね、よかったんですけど、何かの喧嘩のためにあれ返せ言うんで、こう続い返せとか言うんで、お姉ちゃんが言うのでね、な、返したるわって、お姉ちゃんがみたいな感じになるから、結局その誰かに感謝をするっていうのがまだまだ上手に言えないから。冬休みを利用して家族みんなで年越し旅行に行く計画を立てています。でも間近になって西村さんが風邪をこじらせました。旅行を延期するとかキャンセルするっていうことは、出発の2日前、西村さんが突然洗面器2杯分を嘔吐してしまいました。さすがの雅代さんも動揺を隠せません。家族そろっての旅行もこれが最後と思っていた矢先、西村さんは無念でなりません。
熱が下がらないままの見切り発車でした。でも家族の笑顔が薬になったのか、西村さんの体調は回復し、思い出に残る旅になりました。難病 ALS の専門医近藤清彦先生が西村さんの家を訪ねてくれました。手足のだるさはどうですか？ない。顔を見れば元気そうですね。近藤医師は入院生活を強いられることの多い難病患者も、十分なサポートと家族の協力があれば在宅療養が可能だと考え、それを実践しています。ちょっと安心しました。呼吸がね、弱いんじゃないかと思って心配してたんだけど、慎重に取り出したのは医療器具ではなくオートハープという楽器です。How sweet the sound, the sad wish like me was grown. 近藤医師は往診の最後にはいつも歌と演奏による音楽療法を欠かしません。緊張しちゃいますね。病気になっても自分の生き方をですね、それをやっぱり貫いていきたいという、そこをですね、多少のその医療的な危険性が多少あってもですね、やっぱり自分の生き方の方を優先しているというか、ハラハラもし続けてもう3年くらいになりますけれども。光くんの試験の日が近づいてきました。光くんの13歳の誕生日、父は息子にごまかさないという言葉を送りました。ハッピーバースデーディアヒカリくん、ハッピーバースデートゥー、はい、グーはグーは、うわー、さすがやな、なんか出てきた、汚っ、なんで下のものが出てきた、あはー、うまっ、美味しいでしょ、食べるの早っ。お父さんが車椅子で外に出かけて買ってきたバースデーケーキです。お前っていうのやめて、やめたらいいんだけど、やめるの、これひかりくんに、はい、ありがとうございます。呼んでひかりくん、13歳のお誕生日、小中学になって体がたくましく、ちょ、ひかり、僕にも呼ばせてじゃん。13歳の誕生日、ジャグリングや、今助けられるから、それをまあ恩返しみたいな感じで返すのが自由学園を合格することだと思ってるから、自分のことは自分でしたいと思うから、まあ自由学園に行ったらそれができるから、受験日も迫ったある朝、西村さんの顔に青あざができていました。やっぱ徐々にこう弱ってきてるんでしょうね。だから
姿勢を正せてたのがだんだんできなくなったりとかね、全然自分で力をかけれないんで、こう一回倒れるとね、私も支えられないぐらいやっぱ 重たいんですよね。バーッと加速して落ちてくるのでね、だからそれはもう倒れるなら倒れるしかないんです。2月9日、中学校を受験するため、光くんと両親は東京に向かいました。親子3人で編入試験に臨みます。試験は親子面談から筆記テスト、協調性を見る共同作業もあり、夕方までかかりました。試験を終えた3人は疲れた表情の中にもやり終えた充実感が漂っていました。力出し切れた？はいはい、うん、手応えは、うん、大丈夫、大丈夫、うわくたびれた光は美人。いや、なんでもクタクタやと思うわ。私たちクタクタやねえ。翌日、東京のおじさんの家で合否電報を待ちます。どうもありがとう、すいませんでした、ご迷惑をおかけしました。なんて書いてる？あ、来たよ。綺麗？マジ？誰かな、こう色によって違うんかな。なんかこれって暗い、あの、いや、開け、書か見て、いや、見ようか、私が鏡見て、一緒に見ようか。見えた？よっしゃー、よかったな、ほらビルビル、おっしゃー電話しよう、おっしゃおっしゃおっしゃ、やった、条件付きやったら、やったやったやった、条件付きやったらやった、やった、やった、おっしゃおっしゃ、ありがとう、よかったね、よう頑張ったね、おやったやった、ちょっと電話しようか、やったやった、おっしゃおっしゃ、ありがとうございました。俺電話する、俺電話する。音楽好きのおじさんが自慢のピアノで祝福してくれました。自分で見てチェックしてよ、ちゃんと敷布団と掛け布団があるね、うん、常備薬、早々と引っ越し準備です。光くんの新生活がこの春始まります。どけたら入んね。あ、そしたらね、悪い、やっぱビニール袋出すわ、ちょっと待ってくる。心配の種だった光くんを東京に送り出しちゃうことになりましたけど、これからの高橋さんの人生というのはどう思い描いてらっしゃいますか？Thank you.
カナの前にはキラキラ輝く世界が広がる。同じ視線の高さになるのももうすぐだね。それから僕との新しい対話が始まるだろう。コギトの命には数えきれない祈りの種がまかれている。やがて根を張り、どんな花を咲かすのだろうか。小さなつぼみでさえ僕は見逃さないぞ。うん、シオはすぐに車椅子の僕より大きくなる。その目に世の中はどんな姿に映るのかな。きっと僕たちよりも真実を見ているよ。光は今不安でいっぱいだろうな。これからも何度も大きな決断がある。それは古い殻を破って新しい自分に出会う旅。不安と期待とどっちが大きい？どっちも。どうしてだろう？寮生活でうまくいけるかとかそういうのがあるし、たとえ離れていても僕はいつも近くにいるよ。自分を信じて、さあ。綺麗。どんなに見慣れた風景でも心に染み入る瞬間があります。どんなに重い試練でも笑って受け入れられる一瞬があります。流れる時間のずっと先で子供たちが振り返る時、一つ一つの思い出とともに父の眼差しにきっと気づくはずです。